これね、一個ワンポイントアドバイスなんだけど、もし将来ウサギのくるみやることがあったら、最後に仕上げのブラシは他のスリッカーと違って柔らかいので、比較的気持ちいい顔してくれることが多いんですね。だから最後にこういうふうにウサギの顔をお客さんとかに向けながら、こうやってしてあげた、なんだろうな、撫でてあげるのと、こう少しグルーミングっていうのを交互に繰り返してあげると、ウサギも、あ、悪くないなっていう気持ちで終わってくれることが多いので、お互いに、あ、良かったなっていう風な形で終わることが多いです。今こうやってやってるけども、完全に足が伸びてるのである程度は許してくれてるんだろうなっていう形ですね。